はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで今回なんですけど、今回ですね、ちょっとアップデートいろいろね、あのなんかメンテナンスっていうか、それがまあ終わりまして、ねアップデートなのか、どれになるんだ、これか、こちら、まあ、新機能、階層斬死ストーリーが追加されましたということで、これもちょっと後で見たいんですけど、じゃあいろいろアップデートが追加されたんですよ。それを紹介してから今日のちょっとメインに行きたいんですけど、アップデート内容として、まあ、新機能が追加された。そしてガチャ画面に使用するガチャチケットの所持数が表示されるようになりましたと。これもちょっと後で見てみようか。はい。そして、階層斬死一覧画面で、各階層斬死にスキル効果情報のマークを表示できるようになりましたと。これかなり、まあ、表示切り替えボタンからご利用できますということで、これどういうことかというと、これで表示切り替えで、これか、こういう感じで、これ結構ありがたくない？むしろずっと僕これにしようかな。多分ね、レベル、まあレベルが正直レベルよりこれじゃない？いやこれめっちゃいいわ。これで回復系なのかとかわかるんですよ。なんかこれパッと見た瞬間、あこれ復活系だとかさ、あのなんかそういう、あ回復系だとか、あとスキル回復系だなみたいな、そういうのもわかるので、だからこれはちょっと、あ引き付けだとかパッと見わかるからすごいいいね。これちょっとなんだろう、ちょっとこれにしとこうかな。基本的にはこれかなりすごく素晴らしいアップデートだと思います。はい、やっぱいいね。なんかさ、ファンパレさん、なんだろうな、まあそれはね、バウンティーもそうだけどさ、最初の1年まではちょっとんってなんか半年っていうかさ、なんか時期あったんでしょ。それがなんかどんどんすごいいい感じにアップデートされていくというか、その嬉しいっていうかさ、なんかなんだろう、そのガチャとガチャキャラクターばっかのアップデートじゃなくて、ちゃんとこういうプレイしやすい、ストレスがないようなとか、すごい便利になっていくアップデートをしてくださるっていうのは非常に嬉しい。うん、なんかそういうね、新しいイベントとかもさ、もちろん嬉しいよ。僕もやっぱりそっちの方が求めてはいるけど、でもこういうのアップデートもすごい嬉しいね。ストレスなくできるかどうかって、やっぱりそのプレイヤーがその残るかどうかとかすごく関わってくるっていうかさ、あの多分あのなんか無意識のうちにストレス感じるとかあると思うんだけど、それが全くないのすごいわ。はい、そして、300、まあ、メガバイト以上のデータをダウンロードする際、ダウンロード画面からお知らせを一覧できるようになりましたと。まあこれはまあ特にあるかな。アルバムのメインストーリーおよび、イベントストーリーのうちシネマスティックシーンが含まれる話にマークが表示されるようになりました。要はなんかあのムービー的なやつがね、ある場合はみたいな感じかな。そしてファンパレパスのパスランクの、獲得時の演出時間を短縮しました。これめっちゃ嬉しい。これはちょっと後でやろう。はい、長かったのよ確かに、パスランクの獲得バリーンポンぐらいな感じだったから、それがね早くなりました。はい、で会場ショップの無料商品をすべて購入済みの場合、ホーム画面にバッジが表示されないようになりましたと。これもありがたいね。あのびっくりマークがついてるとうって開いちゃうんだけど、それは全部なくなりましたと。で階層斬死変換画面でイベント限定階層斬死などの獲得機会が得られている、階層斬死を変換する際に確認案内が表示されるようになりました。そして、アプリアイコン変更しました。これがねあのちょっと気になってるところっていうか、ああそうなんだって思ったんだけど、虎杖君に戻りましたね。はい、ということはどういうことかというと、海玉玉折は一旦、いやてか、いや海玉玉折じゃないな、ハーフアニバーサリーは一旦終了っていう感じなんじゃないかな。で海玉玉折はまだ続いてると思う。だから第4弾ガチャとかもあるかもしれないから、全然戻ったからって言って、じゃ あの第4弾ないんだなとか、そんなんじゃないと思うんだけど、一旦ハフバは終わったってことだね。はい、まだ海玉玉折11月20日までありますからね。はい、ということでこんな感じ。そしていくつかの UI を調整しました。これねちょっとまた試したいんで、ちょっとまた動画にします、これに関しては。はい、ということで、まあ、かなり素晴らしいアップデートというか、すごい、来てくれましたね。はい、あちょっと待って、訪れしてないこれ大丈夫か、ちょっと、あちょっと訪れしてる、ちょっと待ってて、なんかはい、失礼、つかまつり。ということで、まずファンパレパス、こちらが早くなったということで、いきましょう、受け取ります。はい、こんな感じ。いや早いよこれ、ほらほらほら、これほらほらほら、早い早い早い、これの受け取りもほらすぐ終わる、早いわ、いいね。これ毎日やってることだからさ。あちなみにこれは全部終わった後これ1000円購入します。今購入してもいいんだけどね、ここら辺まで行ったらもう一気に会場集めちゃおうかなと思って。はい、今のところずっとこんな感じ。ということで、ガシャ行きましょう。本題ですね、本題のガシャこちら行きたいと思います。これ東福交流、これね他のピックアップが行ったらあれだけど、工場キャラっていうだけあって、多分ね斬死は強いと思うんだ。
あ、でもザンジがそんな強くなかったら僕は撤退します。じゃあ行きます。はい、さあ体術、え、これは体術でも54はいいね。体術ぶっぱ、ほう、多分こっちはバトル開始時自身、あーで、うん、待って、悪くないぞ。え、ほう、え、ずっとでしょこれ。待て、いや、これ一瞬、あ、会心系か、そんな強くないんじゃないって思ったんだけど、待て、これ自身に会心率 20% アップってことは、伏黒当時にめちゃんこ良くない？始まった瞬間ずっとだよ、ずっと会心率が 20% 上がってんので、1回の攻撃で 20% でしょ。だから、あの、だから3ヒットのやつだったら 60% の確率で会心入るってことでしょ、おそらく。しかも会心率上げずとも。お、待て、これは次いきます、こっち、はい、うわ、もう、ま、もう当時じゃん、こんなん絶対、うわ、もう当てなかんじゃん、うわ、きた、ちょっと待ってくれよ、これもう伏黒当時じゃん、まあ、うわ、もう引かなかった、引かなかくそ、いや、ちょっと待って、いや、引こう、これ、これは伏黒当時に引かなかった。え、待って、え、ちょっと待って、もう一回見ていい？体術85でしょ、必殺スキルに発生で、自身に会心をずっとずっと 20%、 そして皆さん知っての通り伏黒当時のこれよな、自身が会心発生時体術 15% アップ、はあうわ、しかも体術ぶっぱだから余計いいんだよこれ、あの 51% 術式とか入ってない、くそ、うわ、行くしかねえか、行きましょう、これは引きます、引かしていただきます。じゃ、まず1回限定いきましょう、はい、うわ、ちょっと待って、いくら課金する？いや、10連で来てくれよ、10連で頼む、10連で来てくれれば何の問題もない、10連で来てくれれば何の問題もない、引くしかないだろこの三子は、待ってくださいよ、行きます、頼む、三子だけのやつに行くことになるとは、国戦、国戦、あー、何も S なしはまあで悪くはない、こういう時に限って SSR キャラ来ないんでね、いつも三子いっぱい来るもんね、いつもいっぱい三子来るもんで、いつも三子は一回も来ない、やばい、これ三子変換ないよね確か、マジか、ちょっと変換ないかな、ラスト、これさすがにもう一回で、いや、ちょっとあの、これ来てくれ、いや、どうなんだろうな、決定権も来ない、やばい、ちょっと待って、何もエース、ノーエース、いやでもファンパレのガチャだったらノーエースはいいはず、大丈夫、悪くないよ、でもさっきは悪かったから、嘘、嘘だ、間違いない、もう引かん、もう引かない、もうやだ、もう引く、もう絶対引かん、くっそ、もう引かん、もう引かない、もう引か、引かない、いや待て、落ち着け、冷静になれ、冷静になれ、確かにずっと 20% で85はいいんだけど、落ち着け、待て待て待て、落ち着けって、でも切り払いで相手の会心抵抗をダウンさせれるよ、いやでもな、抵抗なんだよな、アップしないんだよな、自身が、自身が 20% アップするわけじゃないんだよな、ずっと、うわ、ずっと 20% アップし続けんだよなこれ、ちょっと待ってくれ、これはひどいよ、これはひどいって、なあ、ちょっと待って、同期練習でいいって思っちゃう自分がいるんだけど、でもさ、ずっと 20% アップし続けるってことはさ、ずっとね、ずっと 20% ってことはもう何も考えずに伏黒当時がパワーアップしてくんじゃん、待ってよ、うわ、うまいことするな運営さん、やるね、はい、もうちょっと一旦もうちょっとこれ沼る、もうダメ、2連続パクチャーもう引け、ちょっと無理なんで一旦ちょっとこれで終わりますが、ちょっと
どうするか考えます。いやーでもいやーもうなもうねずっと今悩んでたんだけど、さあまあ僕ね何でもかんでもやっぱり強い強いってまあ結構言っちゃってるじゃん。でも今回は本当に強いのよ。今回の残滓は本当に強くてもう本当一生もんだと思うんだよね。まず火力がまずやばいし、会心ずっと 20% は強いって当時だけじゃないんだもん。なんか会心するとなんか攻撃力上がるとかよくあるじゃん。それのためにも絶対取っといた方がいいと思うんだよな。いやもうこれね一応いつまでだっけ、7月4日が意外と短いな。もう最悪120まで僕引きます、決めた。もうこれは引きます。とりあえず出たらもう1体出たらもう SSR のかけら全部ぶっぱします。はい、上限解放5まで全部4枚使います。はい、それぐらいの僕残滓だと思ってるんで。そうね、これは強すぎる。なのでちょっとまたちょっとガチャ動画連発になると思いますが、あと10連できたらもうそれでおしまいだから大丈夫かな。ちょっと待って、これにさすがに3万は使えんよ。いや頼む神様、早めに出してくれ。いやでも新残滓出んことあるからな。これだってゲトの時200連がなんかやって1回も出んかったからな、15パフェ。正直怖いけど、はいはい、それじゃあ、お疲れ様さ。ちょっとまだごめん、ずっとちょっと悩んでて、今動画でプレイヤーとして1プレイヤーとして今ちょっと出ちゃってるから、ちょっとごめん、ちょっと喋れない。ちょっとじっくりちょっと考えます。はい、皆さんよかったらコメントください。いやこれ今必要ないよとか、いやでもいるよな絶対、これはいる。85% でさ、体術 54% で、で会心がずっとつくんだよ 20%。 なんでこんな残滓を出してくるんだこれ絶対 SSS でしょ、残滓としては。というわけでじゃあ今回この辺りで終わります。それじゃあお疲れ様さ、バイバイ。なんかのキャラと一緒に来てくる。いや強い残滓とさ、キャラクター強いキャラクターなんかセット出してくれ